卒業アルバム。それは甘酸っぱい青春の輝きである。嬉しかったこと、悲しかったこと、そのすべてがこの一冊に綴られている。しかしそのアルバムは開かれることなく、暗い闇の奥底へと鳴りを潜めるのであった。そしてなんとそのアルバムを燃やしてしまう人さえもいる。卒業アルバムなんて邪魔で仕方がない、場所を取るだけだ、そう思ってるあなたに私は声を大にして伝えたい。卒業アルバムは思い出だけではない。とということで、卒業アルバムのあんな使い方やこんな使い方紹介していくよ。この動画を見てすぐに真似できるから、みんなもやってみてね。ということで、卒業生の皆様ご卒業おめでとうございます。粉もん実況者ペグチンです。まあ卒業生みんなにもらえるもんって言ったらこれ、卒業アルバム。とりあえず卒業アルバムの有能な使い方3選を紹介しますので、もうこんな前置きはとっとと終わらせていきましょう。卒業アルバムを机に使う。視聴者のみんなはお布団の上で勉強したり絵を描いたりしたくなったことはないかい？そんな時は卒業アルバムを布団の上に敷けば机に早変わり。程よい硬さの表紙が机として機能してくれるよ。もちろん机だからこの上でご飯を食べることだってできるよ。視聴者のみんなも今すぐ試してみよう。卒業アルバムをファイルに使う？やあみんな、ここからは僕が紹介していくよ。進行係のマイケル・ボブスレーダー、よろしくね。YouTube を見ているみんなはテストで0点取ってお母さんに怒られたことないかい？もちろんあるよね。しかしそんな君ももう大丈夫。この卒業アルバムの真っ白なページにテストの答案用紙を挟み込んでしまえば証拠隠滅可能だ。もちろん隠せるものは0点の答案用紙だけじゃないぞ。好きなあの子の盗撮写真だってここに隠すことが可能だ。どこに何を挟んだかすぐに分かるように付箋を貼っておくと便利だぞ。もしも万が一好きな人の盗撮写真がこのようにぐちゃぐちゃになっちゃったらへこむよね。でも大丈夫、卒業アルバムに挟んでその重りで1日待ってみよう。するとシワが全てなくなってるぞ。さあこの動画を見たそこの君もこの卒業アルバムを重りやファイルとして使ってみようね。それじゃあまた次回。卒業アルバムを的に使う。今回用意するものはこちら、ガスガンと卒業アルバムです。まずはじめに嫌いな人の写真をハサミで切り抜きます。そしてこのように台座を作り、写真を立てかけれるようにします。あとは程よい距離からガスガンを打ちまくってやるといいでしょう。というわけで視聴者の皆様、いかがだったでしょうか。今すぐ真似できるものばかりなので、ぜひとも真似してみて、やってみた感想などをよかったらコメント欄にたくさん書いていってください。そしてたまに卒業アルバムを開いて、楽しかった学生生活、辛かった学生生活、いろいろ思い出してみるのもまたいいものですよ。それでは最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた次回。